皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はサガスカーレットグレイスヒーローの野望のファミ通紹介をしていきたいと思います。特集春のサガ祭り、ヒーローの邪精ファイヤーブリンガーが数々の追加要素を加えて、再び降臨します。花咲誇る時にお届けする 本特集で佐賀の白道を感じてほしいとのことです。黄色の物語、再び黄色の星は裏切りの罪を背負い、十二星人に天を追われます。その星の名はファイアーブリンガー。かつて人に火を与えた邪神。その夜、邪神の星ファイアブリンガーは砕け散り、舞い散る破片は帝王と帝国の勝利を称えていました。新たな時代の始まり、平和と幸福の訪れを誰もが信じましたが、邪神という巨大な敵を失って帝国の存在意義も消滅しました。反乱が広がって帝国も暗殺に倒れ、帝国はあっけなく崩壊します。しかし時代は新たな主人公を生みます。自分が処刑したはずの男を追う処刑人、おかせのおかじ、まあ、いやの、まあ、あの、まあ、とある都のアイハヌムを探す若者、帝国復興を目指す貴族ユラニウス家の娘、かつて力ある魔女だった大道芸人さんですかね。帝国滅亡後の混乱した時代の中、彼らは自らの力で運命を切り開くのか、それとも邪精ファイアーブリンガーの意志が彼らを導くのか。人よ、野望を抱け。3月に配信されたプレゼンテーション番組任天堂でダイレクトで電撃発表したサガスカーレットグレイス黄色の野望、28年以上続くサガシリーズの新たな一歩を刻む本作の新情報が公開されます。本特集ではゲームデザインシナリオを務める河津明俊さん、プロデューサー市川正則さん、ディレクター生田康弘さんへの一問一答を交えて、大幅なパワーアップを遂げた本作の魅力を紹介します。また特集の後半では、この秋に上演予定のサガザステージ、七英雄の帰還をフィーチャーします。ロマンジングサガ2を原作として、七英雄の一人ノエルを主人公に描くという本舞台、世界観監修脚本原案を務める河津さん、脚本担当の口堀木さんに加えて、ノエル役である本セリフの出演演出も担う俳優の佐藤厚弘さんを招いて、この舞台を制するに至った経緯や意気込みを伺いました。サガスカーレットグレイスとは、2016年末に発売されたサガスカーレットグレイスはシリーズ待望の家庭用ゲーム機向け最新作として登場します。河津さんは本作について普通のロープレイですと言いましたが、確かに収録されている要素は普通でした。4人のキャラクターの中から主人公を選んで、プレイヤーの選択で変化する道筋をたどりながらバトルを行って最後の場所へと至ります。こう表現すると本当にオーソドックスなゲームなのですが、実際に遊んでみると大胆にも要素を取捨選択して構成された内容に驚きます。
ダンジョンはありませんし、いわゆる雑魚敵との エンカウントもありませんが、しかし味わえる体験は RPG もので絶妙なゲームバランスになっていました。どんどんゲームの要素が増えていく昨今、あえて削ることで RPG の楽しさについて再度ゲームファンに問う作品だったと言えるそうです。イベントは主人公とパートナーキャラクターの掛け合いを中心に展開します。画面下部のタイムライン行動順がバトルの鍵を握ります。キャラクターはウルピナ、キャラクターボイス内田マーヤさん、レオナルド、キャラクターボイス内田ユーマさん。ヒーローの野望の見どころ、サガスカーレット・グレイス。ヒーローの野望はサガスカーレット・グレイスにコンテンツを加えたタイトルで、複数のプラットフォームで展開されます。先ほど要素が大幅に取捨選択された構成の RPG だと述べましたが、その厳選された要素がさらに濃くなったという印象です。また初心者にはより丁寧なガイドを、上級者にはやり込み要素を用意しています。物語を盛り上げるオープニングムービーやキャラクターボイス、川津明俊さんによる新規シナリオ、伊藤健二さんが手掛ける新曲、小林智美さんが描く新キャラクター、グラフィックの強化、ロード時間やユーザーインターフェースの改善、初心者のプレイを助けるシステム、上級者向けのバトルコンテンツなど。ではここで、バルマンテ、キャラクターボイス、楠木大天さん。タリア、キャラクターボイス、田中敦子さん。シナリオやバトルは一層強化されています。そうですね、この後もページは残っていますが、今回はこの辺で一旦止めておきます。そうですね、RPG じゃ、敵とエンカウントしないとか、ちょっとよくわからないですけど、そこは、また分かっていくのかなと思います。というわけで今回はこの辺で、サガスカーレット・グレイス、黄色の野望のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。